はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は酎ハイですね。国搾りの、プレミアム、花やぎいちご。果汁が 15%、限定です。ブランデー仕立て。アルコール度数が 5%。ブランデーを隠し味に加え、いちごの味わいを華やかに仕上げました。原材料名は、いちご新石酒と、ブランデーといちごリキュールと、スピリッツとリンゴといちごとブドウと、蜂蜜と糖類と酸味料と香料と、野菜色素と炭酸ガス。なんかいろいろ入ってんな。いちご以外にも、りんご、ぶどう、蜂蜜も入ってるの。すごい。それでは飲んでいきましょう。よし！ということでね。完璧。まあ、いちごですね。でも、いちごって基本的にあんまりほら、果汁が 15% 入ってるんだけど、いちごってもともと、あんまり、果物としては、あんまり、風味が弱いですよね。これも、果汁が 15% 入ってるんだけど、まあ、もともといちごっていうのは、ね、そんなもんですからね。あんまり、風味が、いちごって弱いんですよ。だから、果実酒にしてもあんまりね、美味しくはないですよね、いちごってね。いちごをさ、いちご新石酒とかにしてもさ、あんまり、まあ、ぶどうとかさ、ね、ありますけど。これも、ブランデー仕立てって書いてあるけど、そんなにブランデー感は感じないですね。なんか、いちごをさ、ウイスキーに、いちごのウイスキー漬けみたいな感じで、作ってる人もいますけどね。あれ、あんまり美味しいとは思わないね。結局、ほら、レモンとか、漬けるんだったらまだわかるんですけど、レモンとかはほら、結構、風味が強いからね。酒になるんですよ。グレープフルーツとかもそうだし。あと、桃とかね。まあ、いちごは香りもあんまり強くないし。味自体もまあ、ちょっと酸っぱいから。まあ。
ほんのり甘いとかね。ぐらいでしょ。そのくせ、いちごって高いんだよな。本当にいちごは高いよね。なんでこんなに高いのっていうぐらい高いもんね。俺別にあんまり美味しいとは思わない。普通にさ、こんぐらいでかいさ、桃とか。桃とかは大好きなんだけど、いちごは好きで買わないもんね。桃は本当に大好きなんだよ。丸洗いしてさ、かぶりつく。今回は告知ぶりプレミアムから初めてのいちごフレーバーである花やぎいちごを新発売することで、同ブランドのさらなるファン拡大を図ります。いちご新石種の果汁をたっぷり、いちご新石種に果汁をたっぷり合わせ、さらに隠し味としてブランデーを加えることで、いちごの華やかな味わいと深い余韻を引き出しました。国絞り、あ、そっか。そっか、ただの国絞りじゃないんだね、これね。国絞りプレミアムっていう、普通の国絞りではない、ワンランク上の国絞りなんですね、これね。国絞りプレミアムは、グレープフルーツ味とブドウ味と、桃味とブラッドオレンジ味と、レモン味があるみたいです。これ俺全部飲んでない気がするんだけど、俺飲んでないよね。ここら辺俺結構飲んでないですね。今度買ってこようかしら。だいたい売ってねえんだよな。国絞りプレミアムが売ってなかったり結構するんだけど、このレモンとか飲みたいですね。贅沢レモンとかね。飲んだ気もしないでもないけど、どうだったかな。特にレモンと、あとグレープフルーツ味。これはもう、やっぱり、チューハイといえばやっぱレモンとこうグレープフルーツ。この二つは外せないですからね。チューハイといえばこの二つだよね。味としたらね、フレーバーはやっぱり、絶対どのチューハイでも、レモン味とグレープフルーツ味はあるからね。そんだけこのスタンダードな、ね、味わいだからこそ、ね、うまかったり。するわけですけど。まあ俺もね、冷蔵庫の中にポッカレモン入ってますからね、100% のね。やっぱり美味しいですよね。まあこれも国絞りもまあまずくはないし、まあ、まあいちごですからね。まあ、これはしょうがないでしょうね。まあ、いちごのチューハイとしたら、まあ、濃い方じゃないですか。ただ、やっぱりチューハイにいちごフレーバーっていうのは、そのレモンとかグレープフルーツに比べると、全然その、合わないよね。
わないっていうのはあるよね。まあ、所詮、所詮はイチゴですよっていうことかな、これはね。まあ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 。そんなもんでしょう。コク、まあ。甘み。まあ、香り。まあ。はい。3333です。ご視聴ありがとうございました。